Is it? Yeah. Okay. Hi. Okay, so can I be here? Or? Yes. Okay, great. Hi. Record it? Okay.じゃあお名前とお店の名前を教えていただけますでしょうか。私はあの森と申します。はい、森俊弘と申します。はい、店の名前はですね、そばどころ森屋。そばどころ。はい。オーナーさんでいらっしゃいますね。そうですね。はい。このお店は主にどういう商いをされているんですか。ですね、一応そばどころなんですけども、ラーメンとか、はい、あとうどんとか、あと丼物、定食とか。はい、そういったものとか、あと夜はあの豚しゃぶとか、はい、まあ一般に蕎麦屋さん、蕎麦どころなんですけども、うん、まあ食堂、大衆食堂的なものとか、はい、あとまあ頼まれれば夜宴会とか、うん、雑誌とかで営業してたんですけども、はい。今回ダメージの方は結構かなりありますね、やっぱり、はい。一番やっぱりその床というか、床壁、そうですね、はい、あとはまあ、配達、まあ、車1台だけはなんとかしたんですけども、あと配達とかもね、結構ね、この山手さんとか、はい、あと住吉港地区さんとかに、はい、まあ、役所が移転した時点で、はい、まあ、免許を従業員の方に取っていただいて、はい、バイクも2台流された状態だったですし、あとここにテーブルが、それが全部流されてしまう。そっちの脇の方から流されてしまう、ね。はい。あと椅子テーブルですかね。はい、まあ椅子もここで流されてしまう。はい。で、まああそこにあるあの何ですか、テーブルは、はい、ここのあの座敷で使ったテーブル。ああ、なるほど。これはね、はい、なんと奇跡的に、まあこう遠いってことになって、はい、5つぐらいあるんで、まあ、こっちで再開するにあたってもやっぱり、はい、テーブルとか椅子とかそういったものがまず必要だなっていうのと、あとはまあテーブル椅子何個くらいですか、合計で。ここには4人掛けのテーブルが6つ、はい、あと2人掛けが3つ、はい、ですね。あとここにですね、駐座敷として、はい、まあ、これを2つ置いてたんですけども、はい、まあ、1つ、まあ、ちょっとこれもね、ちょっと劣化してるんで、うん、使えるかちょっと分かんないんですけど、これを2つと、はい、2つですね。あと、調理器具とかはどうですか。調理全部やっぱり投げました。はい、で、ガスなんかも、はい、まあ、今この骨組み状態なんですけども、はい、でもこう開けまして、伸ばして、はい、ここにまあ大きい200ボルトの、はい、冷蔵庫、あ、やっぱ冷蔵庫、はい、まあ、こっちにはラーメン釜、はい、こっちにはそばの釜、釜、あとここにですね、リースしてた、ですかね、洗浄機ですか、はい、全部見えて、はい、ガスコンロですか、はい、ガスコンロ、こっちに強いのが3つ出るコンロとこっちに5つ出るコンロ、それも全部投げたんですよね。なるほど、だからもうかなり今からかかってくるなっていう、はい、まあ、調理器具ですね。そうですね、うん、なるほど。そういった部分で、まあ、これだけですね、投げなかったんですね、ここにあったやつ。 あとはじゃあその床に敷く板とかですか。床に敷く板とかは今から大工さんに、うんうん、なんとかあれ頼んで、はい、まあ、工事の方に急いでもらおうかなと思ってはいたんですけども、うん、そうですね、その調理器具とか、椅子、テーブル、はい、うん、あとバイク、原付バイク、はい、まあ、2台くらい、はい、うん、必要ですし。なるほど。車はもうでしたっけ。車は大丈夫。車を3台やられたんですけども、1台ちょっと友達の方に、はい、なんとかこれ使っててくれって形で、はい、そこに泊まってる軽なんですけども、はい、それ1台ちょっとやっぱり調達して、なるほど、なんとか今生活してるんですけども、もうすでに営業はされてしてないですね。なるほどなるほど、
それが今言ったものが意識揃えばなんとかなります、活は可能、ね、ただ俺まあまた津波とかってことを考えると、うん、あれなんですけども、まあね、電気物の置く場所とか、はい、そういったものも少しやっぱりちょっと 高めに置くとか、はい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 、いろいろそういった面も考えてこれからは処分やっていかなきゃないなーっていうのもあるんですけども、仮設ではなくてもこの場所で再開されてるんですか？私はもうその考えで、やっていきたいなって思ってるんですよね。分かりました。はい、あとはじゃあそれが大体揃えば、うん、営業再開ってどれぐらいの速度で、ですね、とりあえず明日から、はい、大工さんの方が来て、はい、まあちょっとコンパネを打ってもらったりとか、はい、畳の方がですね、はい、もうかなりの時間がかかるって業者さんに言われたもんで、あ、届くのもそうですね、今注文しても3ヶ月か半年とかかかるって、まあここだからフローリングに本当は和風なんで、はい、座敷なんで、はい、畳はなんですけども、はい、まあ、早くをフローリングにして、はい、うん、なんとか、まあ、揃えば1ヶ月とかをめどに、はい、うん、ちょっとやっていきたいなとは思ってはいたんで、1ヶ月くらいで、うん、まあ、大工さん次第でも半月ぐらいで工事は終わるんでしょうけども、はい、これ壁とかも全部、壁とかもそうですね、ボード張って、はい、あともう1ヶ月はもうここにいた友達とかみんな仲間に、はい、ヘドロ出しとか、はい、もうほんとここも熱い状態で全部が熱い状態のヘドロをもう全部出してもらって、はい、何度も何度も洗いかけてこの状態なんで、はい、これぐらい積もってる、これぐらいだったもんね、ね、ね、最初はもう踏み出しもう、ぐっと入るぐらいのヘドロが、はい、要は庭にも全部だし、はいはいはい、この、まあ、なんか臭いなと思ってここに開けてみたらこの中にも、中にも、どっから入ってくるのかなっていうような形でも、あとこっちの裏なんですけども、はい、洗っても洗ってもって形で、この中にも入り込んでたんですね、この下にも、ここはね、もうほんとこの木ぐらい のあれしかなかったんですけども、そっからでもヘドロっていうのも入ってあらゆる隙間に、ね、ここも全部もうヘドロ書いて、これで畳かなんかバコッと外れるわけですか？外れるとこういう状態に外して、コンパネを外して、はいはいはい、それでまあヘドロを書いて、それでまあ石灰巻いて、あと今この防腐剤を塗ったような状態なんですね、はいはいはい、で今乾かして、あと今からあと大工さんにやってもらうっていう状態なんですけども、はい、なるほど、あとじゃあ最後に、これが大体どれくらいお客さんが戻ってくれば、日々こう運営に差し支えないぐらいの格好だしというか、そうですね、どれくらいってまあ実際問題ですね、はい、うちの店は結構ね忙しい店だったんです、はい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 、ぶっちゃけの話が、出前とか、まあ、座敷日中72席あったんですけども、はい、日中も満席になるくらいのあれだったんですけども、やっぱちょっと規模を縮小して、うんうん、まあ3分の2とか半分とかにはなると思うんですけども、はいはい、それでまあちょっと座席数とかも、なるほど、まあ、最初のうちはコンパクトにして、コンパクトにしてちょっとやろうかなっていう形では考えたり、なるほど、なるほど、分かりました、はい、じゃあちょっとできる限りのことをさせていただくんで、また多分団体の方々を通じて、何かこう調達できた際にはご連絡させていただきます。ああ、そうですか。はい。できる限り早い。こっちもあれなんで、いろいろ急いで、これ、やっぱり業者さんとかに連絡とかも入れたいとかあるんで、はい、もし何か見つかったものがあるとかっていう時は、はい、携帯とかに電話もらえれば。そうですね。はい。そうですね。ちょっと番号をいただいて。090-1066-5552、はい、5552です。森です。わかりました。はい、僕は久保と申します。久保さん。はい。久保さん番号。090-2416。2416、はい。9280です。9280です。はい。で彼がこれの、はい、主催者のカルロス。カルロスさん。はい。よろしくお願いします。
いいとこ来ました。あ、来ましたね、はい、久保さんで登録してますんで、はい、もし本当にあれなんかあるときは、はい、何かできればね、できる限りのこと、本当にね、はい、急にもう天国から地獄に突き落とされたような感じなん で、ね、もう3月10日からね、11日からもね、本当にもう戦争会なので、なんとかね、早く普通の生活に戻りたいと、ね、っては思ってはいたんで、ね、あの従業員の人たちもこれからは、そうですね、従業員の人たちもボランティアで、はい、あのまあいろいろやって、はい、まあ掃除してくれたりとか、はい、いろいろやってくれてるんですよ、ね、はい、あと親父お袋が、まあ、ここにあの住んでるから表2階はやっぱ鉄骨なんで、はい、そこにあれちょっといるような状態なので、はい、うん、あとはね、早くこの街並みもちょっと戻って、はい、だいぶここの瓦礫もなくなって、ええ、もう街らしく、ね、街らしくっつったらあれなんですけど、前に比べれば、ええ、だいぶあれなんで、あとはもうね、復興してなんとか頑張って、うん、行くっていう、うん、気持ちがなければね、うん、やっていけないんで、はい、うん、そういった形でやっていきたいなって思っているんですけどもね。じゃあやっぱ一番はやっぱり調理器具とかテーブルが用意できれば一番あれですね。そうですね、わかりました。何の団体のですか。もともと彼がそのハイチの地震の時にいろいろこう現地 の、 あの再生を行ってて、なるほど、でそれでやっぱり一番その時に人助けをするとかっていうのは当然大事なんですけど、その後はやっぱりいかに早くお店が復活するかっていうのが町の活気に一番つながるっていうので、うん、 ね、はい、それをずっと彼がやってたんです、ね、なるほどなるほど、で僕はどっちかっていうとその芸能界で、はい、あの関係の仕事してるんですけど、今回そのお声かけいただいて、で手伝いさせていただくことになって、なるほど、はい、分かりました、はい、色々もともと東京であったりとか、はい、あの彼ので、ね、海外でいろいろなものをやってますんで、はい、でみんなこういろんなところ行くたびに、はい、あのどうやったらあの現地の人のためになりますかっていうのをいろんなところで聞いて、はい、でそのためにじゃあもっと具体化していこうと思って、はい、じゃあこういうのが実際に慣れてないから、はい、こういうものを送ってあげてほしいとか、はいはい、なんかこういろいろもっと具体的にできればなと思って、はい、わかりました、そういう運動でございます、わかりました、はい、ぜひじゃあ、はい、またよろしくお願いします、はい、頑張ります、はい、どうぞ、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、はい、どうも。